どうも大輝です。今日は沼田町に来てます。沼田町では有限会社 HJY さくらさんの方にお邪魔してきまして、そちらでお米を今ね作っている最中ということで、ちょっとですねお米の種を入れたポットを並べていくっていう作業の方を、撮影させていただきました。ということで沼田町の動画をご覧ください。どうぞ。いけますか。まあ多少あの踏んでも大丈夫なんで。レール繋がってるんですけど、はい、そっち側に人がいてバッテリーで動いてるんですけど、はい、積んでただスタートしたらそれとトロッコでダーッとこう、へーこれがあの新しい機械なんで、こいつだったら1日に最低限180メーター分ぐらいの、これ今80メーターのハウスで、これ根切りネットって言うんですけど、やっぱすごい根張るんですよ稲って。直で土の上に置いてしまうと剥がすときめちゃくちゃ力使うんで、やっぱこれあるとスルッと根が切れる、だから根が根切りネットっていうぐらいなんで、まあ切りやすいような。
行きと帰り速度違うんですよ。あ、そうなんですね。重いから変わってるんじゃなくて落とさないようにっていう。へー、お利口さんですね。お利口さん慎重に行きましたもんね。慎重にカーブ行きましたね。ありがとうございます。はい、ご視聴ありがとうございます。お米のできるまでっていう動画を徐々に撮っていってますけども、実際ねこれだけを見たら何を作っているのかってわからないと思うんですけど、今徐々にね、初産別村から順番にやってきておりますので、ちょっと分かりづらいかもしれませんけども、そんな感じでお米ができるまでを撮影していっています。それと沼田町は道の駅とかがなかったので、あの温泉宿泊施設ですね、ちょっと山の方にあるんですけど、そちらの方に行って、まあ、最終日に気づいたんですけど、なんか休憩プランみたいのがお食事セットであったりして、それもかなりねお得で使えるってことで、そのね最終日に気づいちゃったからね僕は使えなかったんですけど、そういうのがあるって知ってれば使ってたなっていう感じで、おすすめのプランでした。だそんな感じで以上が沼田町の動画となります。次に行くのはチップ別町です。チップ別町の動画もお楽しみにしていてください。それではまた会いましょう。じゃあね。